花山トンネルは、京都市東山区西館寺山の内町と京都市、山科区北火山台峰町を結ぶ歩行者用トンネル。花山道とも呼ばれる。1903年5月19日に渋谷街道の渋谷水道として開通。南に並行する国道1号東山トンネルの開通に伴い、歩行者用トンネルとなる。京都市が管理するトンネルのうち、 1889年春工の図植トンネル、五両トンネル、1890年春工の淡田口、トンネルに次いで4番目に古く、明治期に供用開始されてから100年以上経過するが、2021年現在も通行可能。なお、山品区側の高校には、花山道の変額がかかり、レンガを模したタイルによって集計されているほか、内部もコンクリートで補強されている。 また、建設当初の面影を残す東山区側の高校には、宝器通門の変額がかかり、土木学会が選出する日本の近代土木遺産に認定されている。宝器は、鉄を並べて2台の車が通れる。通り門は、普段使いの門、通用門、正門とは違い、石書や門番がない。2019年と2020年に前期、後期に分けて、 トンネル補修工事が行われ、PCL 工法で内部が補修されている。中世には、九州滅道、汁谷口と呼ばれ、江戸時代には、渋谷渦と呼ばれた、渋谷峠に開作されたトンネルで、トンネルの真上を、京都市道渋谷毛上げ線が通る。トンネルのある、阿弥陀亀周辺一帯は、北の、連大や西の、足立野とともに、京都三大創装地の一つ、東の、 鳥辺野として知られ、平安時代は、風草の地、中世以降は、墓所、仮想場が存在した。現在も、トンネル南側に、京都市中央斎場があるほか、聖寛寺、東本願寺、東山清志園、本聖寺、北家寺等の寺院墓地が多く所在する。以下の画像はいずれも、花山トンネル補修工事前のものである。ありがとうございます。